新型コロナウイルスも本当に猛威を振るって、本当にみんなでこう共に乗り越えていけたらなと思っておりますが、まさにですね、今、世界中を不安が覆い尽くしてますよね。まあ、そんな時こそ、本当に私たち日本人は、思いやりとか、つながりとか、日本人らしさを発揮しながら、共にこう立ち向かっていきたいなと思ってるんですけれども、ご存知の方も多いと思いますが、私は高校1年生の時に阪神大震災があって、 その時も学校に休学願いをすぐに出して、被災地の方に行かせていただいたりですとか、あるいは9年前の東日本大震災の時も被災地の方に訪れて、まあ仕掛け5年以上支援活動させていただいてたという経緯があります。 で、その他、新潟の震災の時も現地におりましたし、熊本の震災の時もいろいろ支援活動で入っておりました。どういうわけだかそういう支援活動というか、災害系の時に何か別に自衛隊でもレスキュー隊でもないんですけれども、その現地になんかこうご縁というか、行ってお手伝いをするということが非常に多いんですけれども、その度に感じるのは日本人の凄さっていうことですよね。本当に極限状態に追い込まれても、 我が我が自分だけ良ければいいと考えるのではなくて、誰かを思いやりあったりとか、本当に体が不自由な高齢者の方ですとか、小さなお子さんがいらっしゃったら、そういう方にこう手を差し伸べる姿、もちろん、暴力、暴動みたいなことがゼロではないかもしれないですけれども、諸外国に比べて、ああいう危機状態の時に日本人が暴力だ、略奪だということを行ったということは、本当に件数が 限りなく少ないわけですよね。やっぱりそういう時にこそこう民族のまあ本当にこう進化というか、えー、進化が発揮される時なのかなと思っておりますが、今から振り返ること、もうかれこれ100年近く前になると思います。明治28年のことですよね。和歌山県の串本町という場所で、エルトゥールル号というトルコの船がですね、その嵐の中でまあ本当にこう、 ナンパしてしまって、そして大破してですね、その串本町沖に流れ着いたということをですね、村人がこう見つけて、そしてなんか外国人の人がいっぱい海に浮かんでるぞと、これはみんなで助けなきゃということで、本当に貧しい農村であったのも、えー、村中の人たちがですね、自ら危険を顧りめず海にまで飛び込んで、そして、えー、乗組員の方を本当にたくさんこう救助したというそんな歴史があるんですよね。 で、本当にこう貧しい時代ですし、まだまだ。で、本当にこう、いわゆる僻地というか、貧しい農村ですので、もちろんインフラなんか整ってるわけもなく、水道も基本的には雨水に頼り、基本的にはここで自給自足の生活を送ってるというんで、そしてここで採れた野菜とかお肉とかを本当にこう、山を越え、農を越え、たまにこう街に出てちょっとまた物に変えて村に帰ってくるとか、そんな生活を送られていたようなんですね。 でも、その時にこの串本町の村人たちは、えー、トルコの本当にこの乗組員の人たちに対して惜しみなく支援をして、移設によると村人の中にはいざそうですね。今年はそんなに作物も取れなかったし、この食べ物をあの人たちにあげてしまったら、わしらの食うものがないと。どうするんだと言った時に、きっとお天道様が守ってくださるよということを、 話し合って、私たちよりも、あの人たちの方が体が弱ってるんだから、ここは差し上げなきゃっていうことで、本当に貴重な卵ですとか、あるいはね、鳥を潰してお肉を本当にこう差し上げたりして、本当にこう献身的な支援をされた。で、そこからまあ時は流れ、今から、えー、えかれこれ2 30年前ですよね、あの湾岸戦争があった時にですね、その、 え、イラクのフセイン大統領が、ま、あいわゆるこの、指令を出すわけですよね。え、今後二十四時間。 以降、イラクの上空を飛んでいる飛行機は警告なしに全部撃墜しますと。いうことでもって、まあ中東のあたりがこうパニックに陥り、そして日本人の方も当然いますから、えー、何としても日本に帰りたいと。ところがまあ時のね、日本政府の対応が非常に遅れて、本当にこう日本人が取り残されてしまうのではないかという危機的状況に陥って、どうするんだってなった時に自衛隊もまだ間に合わない。ね時の本当にこう首相とか政府が本当にもたもたしてたもんですから。そんな危機的状況の時に、 すっと一機のトルコのジェット機が来てですね。でトルコ人よりも優先に日本人を乗せて日本まで送り届けてくれた。でその時に多くの日本人そして政府もカテナマークだったわけですよね。なんでトルコのこの飛行機が危険も顧みずに日本人を優先的に助けてくれたんだろうということを尋ねたらトルコの方々がね政府の方々が私たちの中でエルトゥルル号のことを 知らない人間は誰もいません。ところが、当の本人の日本人が、はてなって感じで、エルツルル号ってなんでかって言ったら、先ほどお話しした、あの時のその和歌山県のその物語というものが、トルコでは本当に小学校の時から、えー、教科書でも語られているし、トルコには実は非常に新,新日の方が多いんですと、いうことでもって、まあ時を超えてですね、本当にこう、なんか、与えたら与えられるではないですけれども、先に、えー、本当にこう、 困っている人に対して手を差し伸べていた、その私たちの祖先がですね、時を超えて、本当に私たちの同胞を助けてくれたという、そんな物語もあります。まさに私たちはですね、こんな時こそ試されているのかもしれないし、今こそ日本人の一番いい部分、いいところを発揮する時なのかなと、本当に思ってるので、ね、困った時こそ、もっと困っている人に手を差し伸べる。 もちろん今は家にいる機会も多いでしょうから、まあメール一つ、電話一つでも構わないので、誰かを思いやり、思いやる、思いやり合うことをまあ忘れずに、みんなで、この、本当に世界的な危機を、本当にみんなで思いやりとともに乗り越えていきたいなと、本当に思っています。 YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございますヒロのメルマガ、ヒロメールはですね毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報ほっこりする話、感動する話、えー、お届けしてますのでぜひご登録の方お願いしますもちろん無料ですそれでは行ってらっしゃい